今撮影しているクロマキーでのスタジオを PIP という名前が付いております。日本語でまず商品の説明を専門の方がしていただくことによって間違わない説明がそこで商品の説明ができるこれが PIP です。そそのの中でで最近富に多多いのがそれを多言語で えー、作ってくれないかと、えー、当然パワーポイントの中の,あのお文字はあ各国語現地語に変えるわけですね、えー、そしてそのテキストデータも、えー、文字に起こしていただければ今、えー、自動音声で、えー、30カ国語に、えー、読んでくれる仕組みもあります。その時に少し ニュアンスが違うところは修正もできる私たちは道具も用意しておりますこのように日本国内だけではなくて海外に商品を紹介したい人たちが今着目していただいているのがこの PIP プレゼンテーター要するに自動音声も組み合わせた紹介の方法です。 当然パワーポイントは専門の方たちに、えー、現地語に訳していただくんですがネイティブの人を30カ国用意するのもなかなか厳しいわけですけど今は非常に音声が合成がうまくできておりますので是非、えー、海外向けプレゼンテーションの資料の作成には PIP スタジオプレゼンテーターをご利用いただければ幸いです。